日本の海から世界の海へ、海と日本プロジェクトでは豊かで美しい海を未来につなげる熱い思いを持ち、社会を変える力の源となる人材を熱源と呼んでいます。京都府北部丹後半島、伊根湾に面する古くからの漁師町伊根町。漁村の暮らしを今に伝える船屋の景観は人気の観光スポットです。ここは日本三大ブリ漁場の一つとしても有名で、冬の脂が乗ったブリしゃぶの味は絶品。伊根湾でブリの養殖業を営む橋本博夢さんも熱源人材の一人です。伊根ブリを全国ブランドに育て、若手漁師の人材育成や観光交流施設の立ち上げにも活躍されています。私が魚を育てるのは、餌をやって魚を、まあ、殺してしまって出荷する作業なんですけど、やっぱりそこに愛情がないとやっぱり美味しい魚には絶対育たないんで、そこは一番心が大事、愛情を込めて育てるっていうのは一番大事なことです。はい、私が食べたい餌を魚に与えるじゃないですけど、そういった、関わり方ですね。はい、うん、で出荷する時も私自身を食べてもらうみたいな感覚ではやってます。海について熱い思いを持った全国各地の熱源人材が島根県出雲市に集結。熱源サミット開催の様子を橋本さんに見ていただきました。海を未来へ引き継ぐために5つのアクション。海を学ぼう、きれいにしよう、味わおう、体験しよう、そして表現しよう、こういうことを軸に今活動をしております。熱源人材が自らの強みや弱みを理解し、活動のスキルを学ぶ参加型のワークショップです。普段は接点のない熱源同士をテーマごとにマッチングさせ、交流を通じて海洋問題の解決を図ります。いろんな人がこうそれを日常的に回収するということを進めていくと、ゴミの流入を減らすということになるんじゃないかというふうに思っています。はい、それをどう作っていくかというところで今悩んでいます。はい、人が何かを理解するっていうのは、聞いているだけではダメなんですよね。それを考えたりとかいう一つアクションが必要なんですよ。要するにクエスチョンがつくものっていうのは興味を湧くんですよね。だから海底にあるものって全然ピンときてないから、それをどういうふうに見える化していって自分ごとのようにお伝えするかっていう、そういう工夫は必要かなと思うんですよね。他人ごとを自分ごとに置き換える置換力だったかな、あれもすごい私がこう伊根に住んでて、まあ、いろんなこう活動に入らせていただいて、まさしくその通りだなとは思いましたけどね。はい、こう僕がこう漁業、伊根町で漁業してて思うのは、なんかこうここにしかないものを作り上げると、ここに人が来ていただけるんですよね。ここでしかないもの、魅力的なものがあれば、でそういったものをこう生み出すのが、まあ、楽しくもありやりがいにもつながる。でそういった仕事でないと通用しないんですよね、おそらく、長い間。はい、漁業を通じて稲の活性化に取り組む橋本さん、京都の海からも熱い思いがあふれています。海と日本、最後までご覧いただきありがとうございました。 Twitter、Facebook、Instagram、 そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。